植物栽培研究所は、ニコライ・バビロフ記念全ロシア植物栽培研究所が、正式名称で、ロシアサンクトペテルブルクの農業研究所である。聖英イサーク大聖堂の近くのニコライ・イッセイノの有名な、キバ像の後方に、植物栽培研究所の4号館がある。1921年に、応用植物学研究所として、元に発足し、 1924年から1936年までは、ニコライ・バビロフが所長を務め、特に食料の安定確保のためにも多様な遺伝資源を確保することが肝要であるという立場から、世界各地への大規模な農学、植物学調査旅行を行って、彼は来日もしている。この成果に基づき、遺伝的多様性が高い地域がその作物の発祥地であると考え、 幸い植物の起源についての理論を発展させた。さらに当時では、世界最大の植物種子コレクションを創設した。1930年代には、ルイセンコロン層の主部隊になり、バビロフは失脚したが、植物植物種子コレクションは、レニングラード包囲戦中も守られて、現在のこの種の世界最大のコレクションと言われる。ありがとうございます。